町の中を水路が巡っているというね。今回の国チャンネルはですね、倉敷市南部、玉島エリアにやってまいりました。もう港町玉島でございますけども、本当に昭和のですね、懐かしい、とってもあの趣のあるね、町並みが今も残っているエリアでございますけども、玉島にやってきますと、この通り町の商店街、とってもいい雰囲気なんでね、巡ってみます。買い物ですか？玉井堂。え、玉井堂さんで今買い物、何を買われましたか？ワッフルなの。あー、美味しい。でも美味しいんです。あ、美味しい。ご利用者さんのおやつを持って、玉島メーカーなので。ね、昭和レトロな玉島商店街というね、上りが目立っておりますけども、通り町商店街やってまいりましたね。先ほどの奥様じゃありませんが、やはりこの商店街といえば玉井堂さんね。もう絶対あの袋を見た時そうだと思ったんですけど、まずは玉井堂さんにご挨拶でございます。杉下さん、今何をされとったんですか？ちょっと散歩がてら通ったら、はい、ここのね、ワッフルが美味しいからどうしようか迷ってた。で、どうされる？今日はおはぎにしようか、ジェラートも食べたい。ジェラート、あそこあるんだよね。あるんですか？あのオブラーテっていうところ。オブラーテ、うん、今ご主人はワッフルか、おはぎか、ヤマトの。ヤマトの、もうこれが僕大好きなんだよ。言うてたらご主人あの出てこられましたよ。ここなのワッフルでしょ。ワッフル大好きなんだ。もうご主人出てこられたから、どうですか今日ワッフル一つでも。じゃあ買おう。確かにそれはそうなるわ。先ほどね、玉井堂さんのワッフルを買われた奥様に出会いまして、ありがとうございます。やはりもこの通り町の商店街来たらここに寄らなきゃいけないと思ってやってまいりましたですけども、今回ね、玉島を巡ろうと、ありがとうございます、なりまして、ちょっとよかったらあのご主人のおすすめの場所だとか紹介していただけたらなと思うんですが、はい、あのぜひ玉島を見ていただければと思います。 はい、ありがとうございます。でその前に今ちょうどね、お雛の飾ってるんですよ、商店街の中に。お雛巡りに行く前にまずは玉井堂へ。すると、お、ん、あ、さっきの、あなたの、あなたの、あなたの、イエーイ。それは僕がいつも垂れてるから、あなたと、まあ、知り合いだからいいの。もう僕の気持ち。ご主人玉島の方ですか？僕は寄島です。寄と玉が違うだけ。国さん、ここはね、北前船の有名なとこだから。そう、茶室があるからここがあるんだって。お茶の文化、お茶文化だから和菓子屋さんがね、ということですよね。玉井堂さん、本当ありがとうございます。やめなさい、ありがとうございます。どうぞ、どうも、ありがとうございます。これいいんですか、本当？本当にいいの。あ、はい、僕の気持ちって言ったんですよ。ありがとうございました。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。あの、本当、決してね、ベジョさん、この、こちらの方、桜じゃございませんからね。本当に今ね、まあ楽しい方で、そういう大ファンのいるね、はい、こちらがそのワッフルでございますけども、もうこれも結構もう長いんですか？30年以上は焼いてます、うん、あ、30年以上、はい、ちゃんとあれじゃん、玉井堂って入ってますって、ちょっと分かるように。これも長いこと、もうずっと一緒ですか？これずっとです。もうこのまま型はもう全然変わってないんで。この車が来ましたけれども、こんな風にして注文が入ってから来る。そうです、まあ、ちょっとお客さんにお待たせするようなことになるんですけども、まあ、できればまあその出来たてをという。じゃあクリーム入りたてのワッフル、もうなんか本当に柔らかいんですよ、生地がね、赤子を抱くように。いや本当に丁寧に扱わないとっていう感じでございまして、じゃあいただきます。いただきます。いいね、このふわふわ感としっとり感、クリームもですね非常に滑らかで、あの甘さ控えめですね。昔は甘いのが良かったんですけど、うん、最近はやっぱり甘くないのが、うちカスタードクリームが美味しいって言われるんですよ、みんな、皆さんに。別段変わりはないんですけども、東京で習ってきたカスタードクリームのやり方そのまんまをやってるという、うん、それがまあ皆さんに受け入れられたのかなと、うん、
お菓子は1個食べて、あもう一つ食べたいなっていうところの1個が美味しいんですよ。そういうことです玉島玉井堂さんといえばこのワッフルという感じでございますけども、これから本当春になって暖かくなってくるとまた茶会などは、そうなんです、涼感茶会も始まりますんで、大きなお茶会も、はいはいはい、うん、もうそれをすごい楽しみにしてるんです。ってなるとやはりこうこちらの伝統の和菓子と。そうです。もう何年になるんですか本当お店は。約100年ぐらい、まあ、僕3代目なんですけども、創業当時から変わらないもんっていうのはやっぱ 何種類かあるんですけど、全く変わらないのが松葉せんべいっていうせんべいなんですけど、それはもう創業当時うちのおじいちゃんからもうずっと変わってないです、うん、そういう変わらないものを守っていくっていうのもやっぱ跡取りの仕事なのかなと思いますし、もちろん時代に合わせてどん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 変わっていくっていうのも変わっていかないと取り残されますから、両方のそのバランスよくお菓子を作っていければいいのかなと思いますということでございますので、ぜひまたね和菓子の方もでございます、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。じゃあちょっと町をでおひな様を見に行きましょうか。はい、次回こそねひな巡りしますよ、はいはい、ということで、まあ、次回もお楽しみに、はいはい。